本日は当館から2点ご紹介いたします。1点目は2022コレクション展第1期描かれた記章です。今回は記章をテーマとして自然の諸相が巧みに表現された作品をご紹介します。私たちは雨や風といった気象現象そのものやそのような現象とともにある自然に美しさや風情を感じてきました。そして作家たちはしばしばそれらを画題とした作品を生み出してきました。本展では日本画、洋画、版画などを全55点を展示いたします。では次お願いします。こちらは第一展示室の様子です。第一展示室では10点展示しております。そのうちの1点がこの八福槌の軸作品です。秋田市出身の日本画家寺崎工業の作品。工業は1910年明治43年に横山大観らとともに中国に旅行に行っております。その時に訪れたのが、2つの川が道帝湖という湖に注ぐ、湖南省の景勝地でして、後にこれを描いて2年後の第6回文展に出品し、横山大観と競ったことで大変有名になった作品です。小さくてちょっと画面では見づらいんですが、雨の夜景あり、それから霧のかかった山水があり、湖面がこう月明かりにきらめく、そういった幻想的な景色などあり、大変こう見応えのある作品です。では次お願いします。第二展示室、こちらは24点展示しております。画像は小坂町出身の日本画家福田豊四郎の作品です。満月の冬、ひときわ寒いイメージがありますが、その中をこう空中を飛ぶように跳ねる鹿が描かれております。そして目を引くのがですね、この大胆にディフォルメされた樹氷。蔵王の樹氷が特に有名ですけれども、秋田でも森吉山の樹氷スノーモンスターが大変有名です。では次お願いします。今回は書も展示しております。こちら2点は作者が松井女流という、横手市出身の書家ですね。左はなんとなく読めそうですが、右はちょっと不思議な形をしておりますが、次お願いします。はい、実は左は風、右の方はこれ虹と書いております。で、虹はこう虫偏に光と書きますけれども、漢字が生まれた中国ではこの虫偏がこう蛇を表していたと。で、光はこうのみのような道具を表していたと。ですので、こう天空に昇った蛇が、空中を貫いているような、そういったこう様子を例えたものかなという、そういう一節があるようです。では次お願いします。3つ目のお部屋は21点。こちらは油絵や彫塑、版画など、やはり気象に関した作品を展示しております。では次お願いします。で、会期は現在開催中で、7月の3日日曜日まで。会場は当館の6階展示室。時間は9時半から5時までで、入館は4時30分までとなっております。観覧無料です。ぜひご来場ください。ではもう1点です。お願いします。斉藤邦夫漆芸展、4月30日この土曜日から5月29日日曜日までの開催です。5月の14、15日に当館で開催する美術館教室蒔絵で彩るの講師斉藤邦夫氏の作品展です。斉藤邦夫さんは漆芸の世界に入って約60年、現在は秋田県工芸家協会の会長をされております。数種類の漆を何層も塗り重ねて研ぎ、さまざまな模様を浮かび上がらせる技法、研ぎ出し
による作品を今なお多数発表し続けている作家さんです。次お願いします。こちらはその一つ、花というものです。まあ、赤や黄、青など色漆を重ねて、まあ、こう高さが異なるように重ねていくんですね。で最後こう平らに研ぎ出す、磨くことでこういった模様が出てくるという技であります。では次お願いします。まあ、これもそうですね、塗り、まあ、その漆の重ね方が複雑になっております。渦という大皿。では次お願いします。まあ、こちらも研ぎ出しですが、漆とこれは貝ですね、螺鈿と言いますけれども、貝殻の内側のキラキラ光る部分を埋め込んで同じく研ぎ出す技法です。こういった作品を今回は、では次お願いします。ですね、4月30日から5月29日の日曜日まで、当館の5階フレンドリーギャラリーにて、展示します。時間は同じく9時30分から17時まで、入館は4時30分まで、料金はこちらも観覧無料です。作品20点を展示予定であります。ぜひご来場ください。